こちらメンズに来てほしいフリースをね、インタビューしてみたのでご紹介していきたいなと思います。フリースってなんかちょっと可愛い印象あるからどうなんかなって、正直女性の意見って分からへんじゃないですか。はい、本日ですね、こちらメンズに来てほしいフリースをね、インタビューしてみたのでご紹介していきたいなと思います。ということで、見ていきたいなと思うんですけども、皆さんフリースね、着られる方も多いかなと思うんですけども、フリースってなんかちょっと可愛い印象あるからどうなんかなって、正直女性の意見って分からへんじゃないですか。だからね、今回はこの1番2番3番4番っていうのをアンケート取らせてもらって、どれが一番いいですかっていうところでね、いきたいなと思います。これ以上もっと細かく言おうと思ったら、例えばフリースのこの毛足の細かさとかっていうのも言えるんですよ。例えばこういうふわっとしたこう柔らかい感じなんか、もっとボコボコしたような感じなんかって、まあいろいろあるとは思うんですけど、アウトドアとかやったらね、こうボコボコしたレトロ X みたいな感じもいいとは思うんですけど、まあその辺をね、どういう風に考えるか。まず1番っていうのはプルオーバーで、こうスナップティーとかで被るタイプですよね。これもどっちかって可愛い印象になるけど、まあカジュアルに着こなせるんじゃないかなと。で、2番は何かっていうとベスト。これベスト、フリースのベストってね、僕ちょっといまいちどう着ていいかわからへんし、あんま着てる人見たことないので、これが正直女性から見てどう受けてるんかっていうのもちょっと気にはなりますし、3番ジャケットタイプ、まあこれ僕着てるような感じの普通の、まあフルジップタイプでこうジャケットタイプで着る。で、4番っていうのが襟なしで、こうラウンドのね、こう首元までないタイプですよね。だから重ね着とかするような感じなんですけど、まあどういうのがいいんですかっていうのをね、アンケートさせてもらいましたので、一緒に見に行きたいなと思います。でも早速ね、渋谷の方にインタビュー行ってもらえてましたので見ていきましょう。どうぞ。メンズに着用してほしいフリースはっていう4択ですね。はい、ですね。フリースにも最近いろんな種類があるので、この中で着てほしいフリースはありますか？お、3番。じゃあ、 チャックで全部締めるっていうか、ジャケットタイプの。そのタイプですね。理由は何でしょう？一番無難。これです。あ、なるほど。プルオーバー。締めてほしいです。あ、締めてほしいんだ。開けるんじゃなくて、なるほど、なるほど。お、1番のプルオーバー。その理由は、お、皆さん、プルオーバー。理由は何ですか？プルオーバー人気なんや。あー、なるほど、なるほど。これ、ボタンは締める、ね、開けるとかありますか？特にどっちでも。あ、開けてほしい。皆さんの理由は同じ理由。ジャック開けたらありですか？あ、襟なし。そうですね。あ、そうなの。襟なしの理由ちょっとわかります？あー、なるほどね。襟があるよりない方がスッキリして。4番。4番、襟なし。いや、これ意外ですね。細身の人が好きになって。あー、なるほどなるほど。なんか似合う、なんか多分ガサいい人とかこの辺に似合う気がするんですけど、自分の好きな感じの男性の細身の人が似合うのが襟なしなんじゃないか。確かに体型ありますよね。体型ってね、なんかごつい人は確かにラウンドネック似合わんかもしれないですね。こう首元空いてるタイプって、あんまごつい人着たらクマさんみたいになりそうやから、ちょっと似合わんかもしれないですけど、言われたらそうですね。私も4番が着回し効くし、あ、まあ、確かに。ベストとかもやったけど、ベストって着なくない？ベストね、やっぱりベスト着せず難しい。本当に高いですよね、ベスト。でも1番は多分超おしゃれな人しか着ない。1番ね、そうなんですよ。そうやね、1番ね。いや、1番ね、それこそほんまにキムタクとか着てたじゃないですか。だからキムタク着てかっこいいのと自分着てかっこいいのとまた違うじゃないですか。キムタクはそれは着てかっこいいけど、じゃあ自分どうなんって言われたら、自分は確かにあんまりいまいちゃなって。僕もスナップティー持ってたんですけど、それでキンクになったんですよ。それキムタクはかっこいいけど俺かっこよないやんと思ってやめたんですけど、綺麗な女性戻りました。私2番です。2番かっこいいじゃないですか。まあ、それもまさか彼氏さんが着てた。はい、彼氏さん大好きじゃないですか。そうですね。すごいキュンキュンしちゃいます。フルオーバー。襟あった方がかっこいいな。あ、襟あった方がかっこいい。なるほど。色は落ち着いた方がいいです。女子受けだったら落ち着いた方がいい、はい。あ、落ち着いた方がいい。やっぱり。あ、フルオーバー。自分も今一番欲しい。あ、なるほど、なるほど。ちなみに色は落ち着いた方がいいですか？そうですね。やっぱ色はあれですね、落ち着いてる方がいいっていう声多いので、まあ、黒とかね、そういう、まあ、無難な方がいいんでしょうね。2番。ベストですよね。選ばないですもんね、いろんな服に合うというか。あ、ベスト、その理由は何ですか？結構おしゃれに見える。あー、確かにね。ちょっと待って、あれですね、なんかベストっていうのってどう合わせんだろうな。あ、襟なし。襟なしっていうと割と最近な感じですよね。そうですね、かわいい。かわいい、あー、男子がフリース着るとかわいいけど、襟なし着るとさらにかわいくなっちゃう。なるほど、かわいい系男子がお好きということで。いや、まあ、なるほど、なるほど。はい、ということでね、アンケートありがとうございました。まあ、今回見てる中では結構評判散ってたんですけど、まあ、フリースに関して結構抵抗感のない女性が多いんやなっていうのがね、見ていただいて分かるかなと思います。男子から見てたりしたら結構フリースってあんまり女子受けせえへんのかなとか嫌なんかなとかって思ってたけども、女性はあんまそういう風に思ってなくて、まあ似合ってたらいいんちゃうみたいな感じなんで、別にそれが袖があろうが首があろうがなかろうが、そのスナップタイプでプルオーバーであろうがフルチップであろうがあんま関係ないということなんで、まあご自身のね似合うやつっていうのをまあ着ていけばいいねなっていうのがね、今回で分かったかなと思います。ただこれもし見ていただいている方で、俺レトロ X のベスト着てるよとか、要はフリースのベスト着てるっていう人いらっしゃったら、どう着てるのか教えてほしいです。僕浮かぶのっていうのは
こういう中にスウェット着て、あのレトロ X のベストとかっていう、こう狩人スタイルしか思い浮かばないんですよ。なんか狩人やったら分かるんですけど、他にどういう合わせ方してる、例えばこう G ジャンの上に合わせてるよとか、レザーの上に合わせてるよとか、なんかその辺をね、ぜひぜひ教えていただきたいなと思います。はい、ということでね、まあ今回はフリースって答えたんですけども、まあ今というか、もうダウンジャケットを皆さん買い張ったかなと思いますので、まあダウンの中にね、まあちょっと薄手でなんか入れようかなとか、ちょっとフリース買おうかなとか、まあ買い出すとしたらフリースかなぐらいに思ってはかった方もいらっしゃると思うので、まあそういう方はね、まあ自分に似合うやつとか、まあ、重ね着のしやすいやつとか、そういうところをね、見ていただければいいんじゃないかなということで、今回ね、渋谷の皆さんにアンケートを答えていただいたという動画になっております。またね、今後ね、こういう動画やってほしい、ああいう動画やってほしいっていうのがもしありましたら、ぜひぜひ教えていただければなと思いますので、よろしくお願いします。ということで、本日はですね、街中の女性に聞いた、おすすめのフリースはどれというところでね、ご紹介させていただきました。また別のところでお会いしましょう。ありがとうございました。